んにちは。今日は今からアジアンマーケットに買い物に行きます。始まり始まり、着きました。バモス。ここは東洋フーズっていう名前の日本食が売っているところになります。こちらです。入ってみましょう。買い物しましょう。カレー粉があるよ。何をやって今日600円カレー粉600円約600円だけど、グアテマラでは1200円でした。だから安い。これはね、あ、チャーハンの素とかあるよ。いいねいいね。これありますよ。あ、いいね。あ、お好み焼きできるよ、うちら。あ、ほんとや。まさか。何まさか。ふりかけ。ふりかけ、え、これ欲しい。買おうかな。めちゃめちゃあるじゃん、ほら。キムチとか、これ日本食なんだね。え、大福がある。やばい、楽しすぎる。こんなに日本食あんだね。すき家のご飯もあるの。いいね、これね。ご飯だけ持ってって、あとこれチンして食べればいいや。甘めとかマジで何でも飲んでないかな。なんか甘そうだね。なんかこれはガチのやつ。楽しい。ここ楽しい。マルちゃん製麺買いました。家帰ったらこれマルちゃんがね、はい、買いました。あとお箸ね。お箸ですね、やっと。私はめんつゆ三つ缶ので、あとフルーチェ買いまして、ということで、帰って調理したいと思います。はい、じゃあ帰りましょう。はい、帰りましょう。はい、さよなら、ね、ドン。帰ってきました。マルちゃん製麺乳麺増量 10g アップ。私がうまこく豚骨醤油味です。いいね、おいしそう。君は？え、僕が買ったのはこちら、濃厚とろ豚骨。食べる。うまい。うま。豚骨って何？うまね。うま。うまいぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。餃子食べたい。これを見よ。おー、いい感じのプルプル感。あー、いいね、いいね。これよ、いい粘土してるよ。これがフルーチェです。はい。牛乳多かったかもしれない。本当？うん。まあ、これが日本の伝統的なおやつです。はい、ということで、はい、今回は実食。実食。実食。はい、こちらです。はい。では、はい、いただきます。はい、どうぞ。うん、久しぶりに食べた。美味しいけど。美味しいけど冷やし足りてない。足りてない。あー、なるほどね。ということで、ラーメン美味しくいただきましたので、はい、よかったらね、もしかしたらいいねしてくれたりなんかしたりして控えめ。ということで今日はここまで。バイバーイ。